はい、どうも、皆さんこんばんは、ワードです。2018年3月の24日、23時28分です。よろしくお願いします。なんかね、トレーニング行こうと思ったんだけどやめたわ。多分ね、明日筋肉痛になったらあれだなと思って、雑談やって、ちょろっと雑談やったら寝ようかな、今日は。はい、どうも、よいこさん。お疲れっす。お疲れっす、お疲れっす。いらっしゃい。どうも、どうも。よろしくお願いします。明日はいよいよ、ポチエムとのぶん殴り合いですね。いやー。何が悲しくてリスナーさんとぶん殴り合いすんのか分かんないよね。困ったよ。まあね、これであれだからもう終わりだから。いやー、なんか複雑な気分っすね。お、みのむさんこんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。いや、俺、明日ポチエムっていう元リスナーの、まあ、囲いだった人とボクシング本気でやることになってさ。はい、こんばんは、楽しんでってください。よろしくです。まあ、今日はまったりゆっくり休もうかな。まあいつも休んでるじゃねえかっていう話なんだけど今日やらないと思った。いや、トレーニングやろうかなと思ったけど、いいやと思って、ぶっつけ本番で。明日疲れ残したら嫌だしさ、寝る前に軽くシャドウぐらい、配信回さないでやるよ。おお、ブロンドありがとう。ブロンドアイテムありがとう。あざーす。え、石丸って石田さん？石の？あの、石がつく知り合いがいっぱいいるんだけど、誰のことだろう。菜の葉さんいらっしゃい。はい、ワードツー。ワードツー。あ、ごめんね、違うんだよ。いやよさんね、ごめん、通話中だったからコメント見えてなかった。ごめん、タイミング悪かった。逆に頭に何も入ってない。申し訳ない。タイミング悪かった。はい、ともさんワードツー。ごめんね。本当に申し訳ねえ。もしよかったらもう一回書いてください。あとね、今ね、コメント欄に表示させてる、URL、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。荒野行動わかんないな。ゲームでしょ？なんかさっき書かれてたからゲームだっていうぐらいしか認識がないな。ごめんね、わかんないわ。面白いの？それは荒野行動っていうのは。
虚偽示談金、虚偽示談金目当てすぐ許せない。誰の話だ？ほうほうほう。アプリゲーム、マジだ。いやよさん、ダメ。知らない人を応援することはできないよ。申し訳ない。それは絶対やらない。俺はその考え方めちゃめちゃ苦手だから。知らない人をおすすめすることはできないよ。見たことないのに責任俺が取らないといけないから。あ、石田？いや、だから俺が包丁で刺されそうになった時は警察に行って前科ついたけどね。いや、だから、なんだろう。どうなんだろうね。民事でも示談で終わったし。まあ、よくないよね。ああいう、誰から構わず喧嘩売るっていうのはよくないと思うよ。まあ、リスナーさんが怒るよね。クモリューね、試合の前日なのに絡まれた。かわいそうだったよ。試合に集中したかったろうし。喧嘩は誰から構わず売るのはあんま好きじゃねえな、俺は。練習やめといた今日は 明日ぶっつけ本番でいいや みんなやってないし。疲れ取れたね。ぐっすり寝れたね。ちょっと睡眠時間は短かったけど、最高だったよ。温泉いいよ。いいね。でっかいお風呂いいね。最高だった。クレソンは買ってネギ買ってきた。もうクレソンはトラウマだよ。吹きの塔だった。吹きの塔。めちゃめちゃ恥ずかしかったもんな。多分絶対若い子に笑われてたよ、あれ奥の子に。プって感じよ、プって。あいつドヤ顔で間違えたよ。これ一応番宣のために貼っておこう。
番宣のために貼っておくわ。明日自分の企画だからね。やっておこう。ちょっとこれ番宣させて。こうやって貼っておこう、今日は。番宣。こういうの大事だよね。この辺に貼っとこう。和道さんおすすめの温泉旅行場所ってどこかありますか？いや、わかんない。わ かんない。行った場所覚えてないから。今日は伊香保は覚えたけど、伊香保は、なんだろうな。よかったね。でも、なんだろう、熱海の方が良かったかな、俺は。好みとしては。熱海が一番良かった記憶がある。熱海、箱根、伊香保って感じだ。まあでも温泉は全般的に好きだからね。雰囲気がいいじゃん。温泉に行くっていうのがもうサプライズだから。温泉に行くっていうことが、それが素晴らしいよね。雰囲気ものだよ。あ、でもあそこは行ってみたいな。草津。今度草津行きたいね。草津を攻めたいっす。気持ち切り替え大事だよね。のんちゃん、後ろにもう疲れて寝てるね。運転が大変だったみたい。ありがたいよね、疲れてるのに。闘技企画は何するか？いや、練習会だよ。練習会。まあ、最後にリスナーさんと思いっきり試合形式で思いっきりやるけどね。ポチエムのね、どうなんだろうな。負けないと思ってるんだけど、わかんねえよな。蓋開けてみないと。多分勝つと思うんだけどね。まあ、いつも通りだよ。格闘技企画は。ミット打って練習して、まあまあ、スパーリングするっていう、そういう流れ。俺らは練習するだけだよ。考えても答えが出るもんじゃないから。なんかそういう気分じゃないかな。明日横浜来てくれたら会えますよ。来ます？見学できますよ。もし来るんだったら、集合場所とかお店っていうか、そのスタジオの場所とか全部送りますけど。
LINE に連絡行きますって言ってもらえれば、見学できますよ。こんな感じなんで、ソファー席で見学できるんで、まあまあ、有名配信者さんいっぱい来るんで楽しいと思いますよ。横浜近い方はね、ぜひ。恥ずかしい？別に恥ずかしくはないでしょ。何が恥ずかしいのか全然わかんないけど。おお、バカありがとう。ブロンズくじありがとうございます。ゲンちゃんこんばんは。ありがとう。トイレ行ってくるね。そうだね。試合の感覚っていうか、本気でやると自分の、ダメなところ、要は前回やった猫パンチを出さないとか、そういう課題が克服できてるか確認はできるから、俺にとってはありがたいことなんだよね、本来で言ったら。本気で試合でやるっていうのは経験になるから、捨て頃には絶対役立つ。ただ、本気でやるときのリスクは2ヶ月後に試合がもう決まってるわけですよ。3ヶ月後か。だから、まあ、大怪我しちゃったらそれでポシャるからね。そこは気をつけないとっていう、ガードをしっかり上げて。顎砕けたら終わりだからね。全然あるからね。顎砕けるとか。怖いよ、やっぱり。GM は多分俺より身長は低いな。身長が低くて、体重も俺より軽いはず。まあ、体重は間違いなく軽い。体格差で言ったら圧倒的有利だね。体格的には圧倒的に有利。ポチ GM どうだったかな。背低いイメージがあったけど、覚えてねえな。多分俺と同じか、俺より低くて、多分腕は太いんだよね。筋肉の量は向こうの方がある。どうだったっけな、ポチエム。多分背低かったような記憶があるんだよな。
まあでも体格的に言ったら筋肉量は向こうの方が多いと思うけど、体重とかは全然これの方が多いよ。間違いないよ。あ、そうだよ。グラブが下がる癖っていうよりも、あのスタイルっていうのはピーカブって変えて、変えて、そう。うん。だから、タイソンのグラブはここがハゲてるっていうの、本当だよ。うん。まあ、実際のスパーリングな噛んでないけど、顎がずれちゃうから。空手は少しありますけど、柔道は一切ないです。でも、あれですよ、白帯っすよ、空手は。しかも、小学何年生の頃やってたんで、ちゃんとした空手ではないですね。あ、あった。ポチエムの写真あったよ。見てみようか。これより低いんじゃない？やっぱり。俺が前にいて、同じぐらい、前にいる。多分低いと思うけどね。多分。多分低いと思う。この感じだと。多分低いだろうね。相手も16オンスだからガードさえしっかりしてりゃ怪我はないと思うけど、逆に相手がね、素人なのがちょっと怖いよね。こんだけ綿詰まってりゃ大丈夫だよな。怪我、まあ、だから早めにラッシュ決めて龍彦が止めるかどうかだよな。まあ、大丈夫でしょって言うけど、痛えかんな。まあ、こんだけ綿詰まってたら大丈夫か。大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫であってほしいけど。これでガードするわけだし。はい、ワード2。ケンタンメンいらっしゃい。ただ変な入り方してさ、相手がそう構えとかできてなくてさ、そのスパンって入っちゃった時が怖いよね。変な倒れ方するとか。まあ俺も同じことが言えるけど、脳に与えるダメージはもう回復はしないからね、脳は。でもしょうがない、ボクシングなの。逆に言ったら相手に脳にダメージを与えるスポーツだからさ。いや、難しいっすよ。例えばさ、やってみようか。俺がやる。まあ、心配するって、いざ当人になってみなよ。怖いよ、やっぱり。殴られるのも殴る方も。こんなだよ。ピーカブーって。こんな感じ。殴るところないっていう。まあ、オーソドックスだったらね。大丈夫だろうけど。でかいっすね、的が。でも相手もガードさえしっかりしたら的がでかいね。だからガードができるかどうかだよね、相手が。まあ大丈夫でしょう。まあまあ、アドレナリンが出てるから痛くはないだろうけど、まあまあ、そういうのはないよ。後から気づくんだよね。レフェリー、龍彦がやってくれるって。これはね、ピーカブーだから前かがみになるから、これでアッパーできるもんならやってみろって。あ、アッパーっつうかボディ？
できるもんならやってみろって感じだよね。ボディなんか狙ってきたら速攻打ち返してやる。うん。そこは、だから防御は多分、一番硬いと思うから、俺は。怪我すると思うよ。怪我すると思う、明日は。なんかしら。8オンスなんか全く別のグローブだと思った方がいい。これの倍ぐらい小さいよ。これの倍小さいと思っていいよ、8オンスは。キックとボクシング以外、少しだけ空手やってましたね、不動産屋さん。少しだけやってました。もう、やってるか、やってるに入るのかどうかわかんないけど、少しやってましたよ。空手ね。こんなん使えないよね。こんなん使えないよね、ボクサーって。シャッつって、ヤーって。リングシューズ買ってない。明日は裸足でやる。あ、リングシューズ買ってから行こうかな。買おうかな。ちょうどね、明日試すにはいいかもしれないよね。買おうかな。練習ね、1ヶ月ぐらいサボってんだよね。だから、ね、それも不安なんだよね。スタミナ ないかもしれない。うん。まあなんか多分、アマゾンで買った明日は別に裸足でいいんじゃないの？向こうも裸足だし。いや、正直サボってるから、ちょっと不安。リングシューズ、いいのあるかな。まあ、4000円ぐらいであるから、買おうか。リングシューズ。全然違うらしいもんね。いいらしいよ。いや、腹も出てるしね。あ、らしいね。踏み込みが全然変わるから、リングシューズは買えってドレさんに言われた。いいよ、スニーカーでって言ったら、バカ野郎って。全然ちげえわって言われた。そりゃそうか。うん。やっぱ気をつける。うん。あの、直樹兄さん用にピーカブーに強化してるからね。いや、今回2ラウンド。3分2ラウンドルールだから、短期決戦だよ。速攻で蹴りつくと思うよ。速攻で蹴りつくと思う。応援ありがとうございます、大輔さん。速攻だよ。てかね、3分持たないと思うよ。向こうが。向こうが持たないと思う。ね、1ヶ月ぐらい走ったぐらいじゃどうにもなんないよ。あ、俺は早めにダウン取ってパパッと終わらせようと思ってるけど、いやー、それはさ、なんかやる気なくなるよね。だってさ、配信者でさ、配信のイベントでさ、なんで練習見せないの？そういうの俺嫌いなんだよね。なんか卑怯じゃない？やり方が。いや、データが全く出てこないの。多分オーソドックスなんじゃないかっていう話だけど。まあピーカブーだからね、あのサウスポーではあんまり関係ないんだよね。サウスポーって左に前に出して左前に出してのあれじゃん。だけど上下振って、もう正直ね、あのストレート系打ちづらいからフックで行くと思うから、俺は。フックアッパーが起点だから。だから、まあ相手がサウスポーでもあんまり距離潰すのが目的だから、右が前に出てても俺は全然気にならないね。右だろうが左だろうが。どっちも頭振って避けちまおうと思ってる。だから盛り上がんないんだよ、捨て頃が。
相手右手前なの？左でストレートは夏からね。夏から。いやー、まあ自分だけいいもんできればいいんじゃないの？わかんないけど。そんな配信者じゃないでしょ。大丈夫？のんちゃん。どうしたの？熱あんの？放つ？サウスポーの場合は右手が前だね。左ストレートだね。引いてるっぽいよね。本人は違うって言うんだけど、群馬寒かったからね、だからちょっと心配だよね。しないといいけど、怪我しないといいけど、怪我しないといいけどな。いや、ウェアは普通のジャージで行く、明日は。あれは試合着だから。あ、勝負パンツは着ないよ。勝負パンツで行った方がいい。勝負パンツで行く。あったかい紅茶に蜂蜜か。のんちゃん。のんちゃん、家に蜂蜜あるの？ないのか。買ってきてあげようか？うん。花火ありがとう。花火ありがとうございます。喉、なんか喉飴とか買ってこようか？ある？喉心配だよ、それ。左、フットワークは左の方に回り込むと良い。右ストレートの威力を減らせる。あのさ、俺、よくわかんないんだけどさ、右手の方に回っていくんだよ。左、逆に回った方が、間合いが遠くなるから殺せると思うんだけど、奥手の方に回るんだぜ、だって。あれがよくわかんないんだよね。未だにわかんない。相手はさ、右ストレートの方に、近づくわけじゃん。危なくない？試合着で行く？試合着で行く？いや、いいよ。あれは捨て頃の舞台用だから。勝負服だから。よくねえか。ロンティーはね、腕が締まっちゃうからね、なんかこう、なんつうの、こう、パツパツしてね、要は、ボクサーであんな長いの着ないでしょ。みんな上半身裸なのは、そういうこと。障害者手帳をもう返還した、俺。今はない。真ん中に向かってストレートはひねり込むから、相手にとって右側に行くと焦点が定まりにくい。
だったら右に回っても同じ原理なんだけどな。いまだにね、左に回るフットワークはよくわかんないんだよね。序章を減らすってこと？ストレート。まあだから距離を近くで潰すって意味だと思うんだけど、危ないような気がするんだよな。それだったら右に回り込んだ方がいいと思うんだけど、何なんだろうね。いや、わかるわかる。いや、それはわかってる。ボクシング習ってるから。ただ、なんかいろんな人に聞いてもなんでなんだろうみたいな。確かにみたいになるんだよね。でもまあ俺アウトボクサーじゃないからな。距離詰める、まあもちろん角度をずらすのは大事なんだけど、インファイターでも。でも俺は距離潰すのが仕事だから、あんまり俺は関係ないかな。要は、もうその、左に回るとかじゃん、ここで勝負したいわけだから、俺は。この中に右も左もクソもないでしょ。この中で頭振ってんだよ。入られたら最高にやりづらいよ。あのね、フックしかないと思う。ここに。要は俺の方が背が低いわけよ。直樹兄さんの話で。こう頭振って入っていくわけじゃん。ね。上からだよ、逆に。でもね、まあ、中に入られたら俺有利だよ、やっぱ。俺も嫌だもん、ビタビタにくっつかれたら。だから中に入れば入るほど背が低い方が有利になる。いや、わかんないって。ニャーだけはやめてねって。俺さ、ネタでやったわけじゃないから、ステゴロワン。俺だってやりたくてやったわけじゃなくて、なあ、なっちゃうんだって。俺だってびっくりしたよ、自分のパンチのヘボさに。俺が一番びっくりしたんだから。体かてえみたいな。思いっ消し行く？思いっきり？あ、思いっきり行くよ。思いっきり行く、思いっきり行く。捨て頃なんか2分2ラウンドだからもっと短いからね。だからトップスピードでぶっ放したらいいんだよ。スタミナ配分もクソもないよ。まあ、若干3分長いから、そこは、あれだけど。思いっきり行くよ、明日は。そう。セゴロは2分2ラウンドに変わったの。3分3ラウンドは長いっていう。ぐだるっていう。まあ、前々から分かってたことなんだけど。ユアさんお疲れ。バーガーありがとう。いや、体重減量ないよ、俺は。俺は増量。いや、本番のつもりで行きますよ。もちろん。もちろん。やってやりますよ。ホーリーランドは微妙。読んでたけど。あれだって部屋の中でさ、シャドーボクシングやってるやつはストリートファイト最強になるって話だよ。そんなの聞いたことある？部屋の中でシャドーボクシング打ってたらストリートで最強になるって、そんなことある？ないよ。ないよ、そんなの。そんな甘い世界じゃないよ。頑張ります。ハートありがとう。いや、漫画だから。そう、そうそう、本番慣れだよ。要は腹くくって思いっきりぶん殴りゃいいんだよ。要は肝座ってる方が勝つんだよ。根性勝負っすよ。
タムタムさんいらっしゃい。あ、そんなことやってんだ。スナップはすごい、リストは、ここはすごく重要だよ。俺、そうなんだけど、ハードパンチャーは手首壊すの。だから毎回もう痛いもん、ここ。リスト鍛えるのすごく大事。明日来ます？あ、もう予約ガンガン来てるんで、来るんだったら DM じゃなくて、LINE ください。タムタムでーすって。今 LINE もらえたら、テンプレート送りますよ。集合場所と、お店の場所。全然いいっすよ。あ、じゃあ LINE ください。今、タムタムさん、タムタムって書いてもらえれば。今送るんで。その話、どれさんにしたら喜んでた？スナップ、その話ってなんだろう、その話題。俺、ほらさ、明日のジョーの世代じゃないから。いや、もう来たい人大歓迎ですよ。ねえ、ここに、みんな座って。席は作るけどね、向こう側向くように。まあ、いっか、このままでも。ちょっと席の移動は少しやるけど、鮫島さんが座るリング解説席作るから。まあ、見応えあると思うよ。あ、そっか、明日日曜日か。でも夜の6時半だよ、集合。夕方ミサって昼間じゃなかったっけ？ミサって昼間じゃなかった？俺子供の頃ね、キリスト教の教会通ってたことあるんだけど、ミサ昼間だったけどね。お、だったら夕方来ればいいじゃん。来る？源ちゃん。横浜近かったらぜひ来てよ。横浜駅の、来るんだったら、あ、ま、今来たから。LINE 送ってもらえれば、玄ちゃんだよって。詳細送るよ。あ、横浜遠いんだ。じゃあ無理だね。間違えた。体重増量？いやいや、もう単純に飯食いまくるって感じで。で、実際に70、今6か7あるから、今多分人生で一番太ってるんだよ。そう見えないでしょ？結構締まったように見えるでしょ？だから筋肉に変わったの、脂肪が。体重自体めちゃめちゃ重いよ、今。めちゃめちゃ重い。風船ありがとう。がっつり増量してるから。ただまあ、俺の体重だと本来62キロとかでも、まあ普通ぐらいじゃない？ 60、50キロ台でも戦う人いると思うよ。俺の身長だったら。59とか。まあ、ありえないぐらい太ってるね、今。相当重たくしてる。
60ぐらいだと思った。いや、めちゃめちゃ今増量してますよ。減量がないのは楽だよね。まあ、向こうが体重80キロ以上だったから、合わせないとね。便所さんから本当は65ぐらいに絞っといてくれって言われたんだけど、たまたまでかい相手と組まされることになったから、今回は減量ない。朝はね、放送はね、7時半かな。詳細はね、ツイッターに書いてあるから、もしよかったらこのツイッター見てもらえると嬉しいです。明日の詳細。7時半に予定してますね。もしよかったらツイッターもいいねボタンを押して。拡散もしていただけると嬉しいです。本番まで食べない。うん。明日は多分食べない。まあ帰りに食うよ。まあみんなは期待していいよ。明日はガチの大人のしばき合い見れるから。ガチのしばき合い見れるから。とことんやるよ。やっちゃうよ。ありがとう、ブロンチケットありがとう。まあ今日のこの寝るときにがっつり食べて、明日は朝食少し腹に入れて、で、こうパンパン行こう。あ、ユンケルいいんだ。あ、じゃあ飲んどくわ。試合前にクイッと。オッケー。あれでしょ？リポデーとかでしょ？エナジードリンク入れるんでしょ？カフェインを。レッドブルにしようかな。レッドブルで、ちょっとオーバードーズして、行くか。オッケー。それやってみるわ。プロテインは飲んでないね。うん。プロテイン飲んでない。ポチエム先生よろしく頼みますよ。ドーピングだね完全に。まあでもなんだかんだ10人ぐらい集まりそうだな。リスナーさん1234、ちょっと待って、1234567、俺だけで7人とかいるから、多分テルのリスナーとか、ヒカルくんのリスナー、ポチエムのリスナーって考えると、なんだかんだ結構来るな。席数埋まりそうじゃない？わかんないけど。そこそこ埋まりそうな気はする。炭酸なしコーラと梅干しとおじやでしょ。どうなんだろう、わかんない。いいんじゃない、そんな成分入ってないでしょ。多分ね、だいぶ強くなったよね。最初の頃の動画見てみる。ひどいよ。
関係、多分残ってると思うけど、最初の頃の見てみようか。見てみるか。ちょっと待って。生まれて初めてのスパーリングの動画とかあるもんね。どれくらい弱かったか見てみようか。ちょっと待って。よいしょ。花火ありがとう、ユンケルダイ。花火ありがとうございます。ありがとう。たまんねえな、おい。ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。明日のユンケル、これで一本パチンと決めて、ぶち込んできますよ。じゃあ、動画見てみようか。どれくらい変わってきたのか、歴史がありますから、ワードの。格闘技見てみましょうか。古いやつ見てみよう。古いやつ、よいしょ。こんな感じか、こんな感じか。ここにセッティングして見てみましょうか。みんなで一緒に見ようか。これ、達彦がまだリスナーさんだった時。ドレさんの体重どうなんだろうね。わかんないな。ひどい。ひどいね、これは。これはひどいんじゃない？どう？これひどくない？今うずくまってる方だよ。白いグローブが達彦ね。 これはひどいね、なかなか。そ、痛かったもんな、これ。ガードの仕方知らなくてすね蹴られて、達彦に。 金的じゃない、すねがすねにぶつかって効いちゃったっていうね。そういうレベルだったかんで、ね、超痛かったよ。ガチって変な音がして、すね作ってないとそうなっちゃうんだよね。白いグローブが達彦ね。もう構えができてないもんね。ひどいよね。まあ、だから多分ポチームもこのクオリティで来るんだと思うんだよ。そうそう、硬くなってくると痛くないんだけど、まあ半年ぐらいかかる。まあ数ヶ月やったらだいぶ硬くなるけど、骨密度がね、あんまりないから、普段からね、ビール瓶とかに殴っておかないとダメなんだよね。あれ、本番でレガースつけてたっけ？本番はレガースつけてたっけな。あれ？本番レガースつけてないか。やっぱダメだね。動きが、フットワークがないもんね。後ろに下がるしかできてないもんね。右に回ってるし。これはダメだよな。他のも見てみようか。他のも見てみよう。もう倒れてるし。しまって、しまって。1回ダウンでしょ？ 1 回目。一回倒れて、で、二回目。グローブなしでダメだよ。
ダメダメ、拳がいかれる。グローブって相手守るためじゃないから、拳を壊さないためだから、まあ、両方とも意味あるけど、拳が壊れちゃうよ、頭蓋骨なんか殴ったら。3回目。キックありだからね、この頃はね。まあ、でも、ボクシングの方が自分で向いてるなと思ったよ。蹴りあるとわけわかんなくなるんだよね。俺自体がキックボクシングあんま好きじゃないから、ガッチャガチャにやられてるの。ダメだね、センスないね。これは無理だわってなるわ。バッカバカに殴られてたもん。怪我する怪我する、全然危ないっすよ。これあれだよ、ネタじゃないからね、これ本気でこうなやっててこれだからね、本気でやってこれなんだよ。ひどいね、やっぱりこれひどいわ。ドレさんとのもあるわ。もうなんか膝が硬いもんね。あ、でもちょっと上手くなってるね。あ、そうだ、もう2週間ずーっとジャブ打ってたんだ。ジャブが速くなってるもんね。これはね、第2回か第3回だから、ジャブ、パリングもできてるね。ジャブ良くなってる。ちょっと変わったね。まだ硬いけど、ジャブが変わったね。素手だと掌底の方が有利だね。掌底の方が脳が揺れる。面積がでかくなるから。ナックルのね、ピンポイントで狙うのは難しいんだ。試合6、捨て頃1のはありますよ。1の見ます？ 1 見る？ありますよ。1。2はないっすよ。2は、試合、これからなんで。だいぶ良くなってきてるんだな、この頃。あ、でも足やられてんな。そうだね。キック痛いよ、ドレさんのは。そうそう、もともと和道ですね。もともと和道。で、我っていう字に変えて和道。読み方は変えてないんだけど。ジャブ良くなってるな。これがね、本番でね、ジャブ出せたらいいのにね。後半だいぶ良くなったんだけどね。ここの部分、ここの、アマチュアボクシングここに白のテープ貼ってあるんだけど、ここ以外当てたらダメ。なんかこういう打ち方とか、こういう打ち方とか、こういう打ち方ダメ。ここだけ。厳密に言うと、この2本で打つの。まあ、ここで打つんだよね。許容範囲でこの2本ぐらい。ドレさん、早く復活してほしいよね。自分で足でぐねった今 自分で蹴ってぐねった。あー、強いね。あ、よく倒れなかったな今の。え、サック入れて、あ、もう最低だねそんなの。そんなんいいんすか、タムタムさん。許せないっすね。反撃食らうよな。こんばんは、トシさん。まあ、だいぶ上手くなったんじゃないの？この頃に比べたら。へえ、最低っすね。今回、原田さんは参加しないっすね。もともと空手やってましたね。それがだいぶ上手くなったんじゃないのかな。まあ、いいんじゃないの？
まあ、全然違うじゃん。まだ膝硬いけどね。だいぶ、だいぶ上手くなってるな、こう見ると。だいぶ良くなってない？すげえな、人間、あ、こうやって見ると変わるな。全然いいじゃん。全然いいじゃん。あ、見てみるもんだな、一年経つとこんなになるんだな。全然違うね。スピードも、その、なんつうの？リズムというか。こういう、あ、かわいい。こういうもんなんだな。ねえ、いいね。動き全然違いますね。これはボクシング。もうだって、この頃はもう確定してたから、ボクシングルールだ。こっから先は俺ボクシングルールしかやってないね。あ、こんなに変わるんだ。なんか昔の見ると、わかるね。対等じゃないよ。めちゃめちゃ手加減されてるわ。相手プロだよ。相手プロだよ。対等なわけねえだろ。どう見ても手加減接待でしょ、これ。むしろ教えてくれてんだよ。距離の測り方とか。だからジャブ、スピードもトップスピードじゃないもん。ほら、カウンター合わせたでしょ。これ振り抜かれてさ、気絶してて泡吹いて倒れてたよ。ポンって当ててこの威力だかんね。こんなん全然だよ。ね、だいぶ変わったね。まあまあいいんじゃないの。よくなっちゃいるんじゃないかな。はい、ワード2。ちょっと明日の試合に備えていろいろ研究しておりますよ。相手原田さん、今のは相手原田さんです。原田さんにも褒められてるし、便所さん、原田さん、ドレさん全員に言われるね。あの辰彦にも言われる。パンチは多分一番重いって。前回の捨て頃選手の中で、ひどい、あんな猫パンチで申し訳ないんだけど、実はハードパンチャーですね。俺はわかんないんだけど、みんなが言う、そういう風に。原田さんにも、原田さんには、あの、プレッシャーのかけ方いいって言われた。パンチは重いらしいよ。いや、倒せるって。俺のパンチだったら。当たれば倒れるよ。あのミートすればね、この辺ね、ただね、このこれあのテルチャンピンの友達なんだけど、めちゃめちゃうまかったの。いなされた。全く当たんないから後で見てみよう。この人はね、もう一発も当たんなかったね。すごかったね。重くなるなるなる。16オンスなんかね、あの、ペットボトルの、こんなの握りながらやってるぐらい重くなるよ。最後の方は。これ握ってパンチ打ってる感じ。これ。それくらい重い。スピードが全然変わる。3ラウンド、4ラウンド、2、3ラウンド。なガードが下がってくる、重くて、
ミット打ってるところ見てみる？他の人と比べてパンチ重いの多分わかると思うけど。次、ね、ミット打ち見てみようか。これ、引きだからわかりづらいな。パンチ、これ、パンチミットあったかな？グローブ、顔に打たれるのが嫌っすね。それに慣れるまですごい時間かかりましたね。顔に打たれるっていうのが。ミット打ち。この辺からミットやんのかな。ミットやってるね。あとは剣か。ミットやってないな。あ、若い頃っすね。ミットどれかあるかな。どれでミットやったっけ。あれ、これじゃないな。これか。これでミットやってたかな。ミット、ちょっと待って。ミット打ち。これ見てみようか。多分これ音出るはずだから。じゃあ行きます。で、これは2面で。はい、じゃあ行きましょう。ミット原田さんにもと。じゃあ僕します。じゃあ例えば私で。はい、お願いします。それからリズムで。じゃあパッとナイスパッチ。はい、そういいっすね。はい、そう、はい、そう、今のいいっすね。はい、そういいっすね。ストレート行きましょう。はい、そう、オッケー、いいっすよ。もう一回、もう一回。じゃあ打ったらバックステップしましょうか。はい、そう、もう一回。顔を回さないに、顔回さないに。はい、そう、顔意識してずっとこれを見て。はい、そうそうそう、そう、ワンツーも一緒です、ワンツー。はい、そう、ナイス、今のよかった。はい、そう、顎引いて、そう、顔が回らないように、こっちもちょっと悪くないぞ。はい、そう、バックステップして、そうそうそう。はい、はい、そう、いつもリズム、リズム持っていきますよ。はい、はい、そう、はい、そう、ナイス、ナイス。ほら、今言ってたでしょ、パンチ力ありますねって言ってくれてたでしょ。今が多分言ってくれたと思うんだけど。はい、そう、もう一回、顔を回さないに、顔回さないに。はい、そう、顔意識してずっとこれを見て。はい、そうそうそう、ワンツーも一緒です、ワンツー。はい、そう、ナイス、今のよかった。はい、そう、アブリンで、そう。ちょっと待って、かくってるのは何だろう。ちょっと待ってね。かくっちゃった。あれ、なんかやられてる。ちょっと待って。あれ、どこ行った。自分の動画は広告外してほしいよね。 なんで自分の動画で自分の広告見ないといけないのかわかんないんだけど。勘弁してよっていうね。ミット打ち。違うな。ミット、これか。いきます。ね、じゃあ最初、じゃあ僕どうしようかな。じゃあ和藤さんからいいですか。で、ボラギノールみたいになっちゃってる。カクカクだな。何だろう。で、同時にしていきます。で、ボラギノールみたいになってる。ちょっと、ボラギノールじゃないんだから。なんで止まるんだろうな。最近 YouTube よく止まるんだよね。放送見えてるでしょ？放送問題ないんだけどな。何なんだろう、この現象。あ、止まった、完全に。何なんだろうな。最近止まるんだよね、やたら。ああ、つながった。いきます。ね、じゃあ最初、じゃあ僕どうしようかな。じゃあ和藤さんからいいですか。で、どうしようかな。サンドばっかり。で、ローテーションでいきます。で、いけちゃんの持ってあげるか。じゃあ行きます。で、これは2面で。はい、じゃあ行きましょう。
はい、じゃあ僕にしときます。じゃあ、例えばこちらです。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、パッと、ナイスパッチ。はい、そう、いいっすね。はい、そう、はい、そう、今でいいっすね。はい、そう、いいっすね。ストレートいきましょう。はい、そう、OK、一度、もう一回、もう一回。じゃあ、バックステップしましょうか。はい、はい、そう、もう一回、そう、顔を回さないに、顔を回さないに。はい、そう、意識して、ずっとこれを見て。そう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 、ワンツーも一緒です、ワンツー。はい、そう、ナイス、今のよかった。はい、そう、顎引いて、そう、顔が回らないように、こういう今日ちょっと癖を直しましょう。はい、そう、バックステップして、そうそうそう。はい、はい、そう、一緒リズム、リズム。持っていきますよ。はい、はい、そう。はい、そう、ナイス、ナイス。はい、そう、いいっすね、リズム、いいっすよ。パンチ力ありますね、強いっすね。はい、そう、いいっすよ、脇もします。いや、僕は。はい、そう、顔の位置、そう、いいっすね。ジャブだけ。はい、そう。ジャブだけ。はい、そう。ワン、ツー。はい、はい、そう。じゃあ、今度は前に2回行きます。見てください。ジャブ。もう一回踏んで、ワン、ツー行きます。ね。行きます。ジャブ。ワン、ツー。そう、相手が下がります。そう、相手が下がります。もう一回行きます。下がった。はい、はい、そう。ナイス、ナイス、ナイス。もう一回行きます。下がった。はい、はい、そう。今度はバランス、バランス、そう、いいっすよ。足が1、2、ね。ちょっとステップするよ。そう、いいっすね。追いかけてるぞ。今度は逆して、逆して。で、今度、ワン、ツー、スリー、フォーまでいきます。はい。一歩目だけ踏み込みましょう。はい、いいっすね。1、2、3、4、そうそうそう、いいっすね。ナイスナイス。もう一回。1、2、3、4、そう、いいっすよ。そう、細かく早くで。1、2、3、4、そう。ナイスパンチ、ナイスパンチ。オッケー。1、2、3、4、オッケー、もう一回。しっかりジャブから。はい。そう、いいっすね、リズム、リズム。じゃあ、そう、ラスト。オッケー。また、今度はフックとかも入れるんで。はい。よいしょ。では、ドレをします。で、今度、ドレさんが僕で、はい。ドレさんの見てみようか。まあ、ドレさんの方がパンチ重いけど。ケちゃんが、その、レーザーさんの水ですよ。で、ちょっと、フック。あ、僕、ボクシングルールっすよ。下頃、ボクシングルールっすよ。フックも入れて、で、まあ、チェックして、はい、こういうの、今、こんな遊びに来るかみたいな。僕、あのルールあのボクシングで変えたんで。行きましょう。ジャブで。ドレさん。そう、ナイスパンチ。重いね。そう、いいっすね。それと、はい、そう。そう、いいっすよ、リズム、リズム。今度、ワンツーいきます。そう、ナイスパンチ。早いな、ドレさん。回転いいな。そう、いいっすね。そう、いいっすね。回転いいな。2回変ジャブで下がります。やっぱ、回転いいね、ドレさんね。ワンツー、そう、いいっすね。もう一回リズム、でけえから前が。じゃあ、そう、ワンツーいいっすね。もう一回、相手が下がります。はい、そう、ナイス右、ナイス右。はい、そう、いいっすね。音が重いよね。ツーの時にちょっと前に流れてるのが感じるんで、ワン、ツーですぐ戻しましょう。はい、で、そしたら、すごいできます。で、今度、スエです。ワン、ツー、スエ。で、右下、はい、あのメイウェフロイド・メイウェザーがやるような。ワン、ツー、はい。ワン、ツー、で、避けます。で、スッパン、そうですね。そうですね、やっぱ。はい、そう、ナイスナイス。ワン、ツー、しっかりし、はい、そう、相手しっかりしますから。ワン、ツー、避ける。はい、そう、そうそう、ワン、ツー、スッ。ワン、ツー、スッ。はい、そう、ナイスナイス。リズム、リズムですね。そう、フロイドメーターにしてみましょう。ワン、ツー、スッ。はい。はい、そう。若干こう、背筋する感じ。背筋してからが引き伸ばる。はい、ワン、ツーの後、ワン、ツー、背筋。はい、そう。おー、ナイスナイスナイス。ワンツーっていきましょうか。ワンツー、そう。そう。ワンツー、そう。ナイスマジ、いいっすね。かわいい、重い。そう。ワンツー、そう、ナイスマジ。そう、いいっすね。うぅ。熱いね。ワンツー、4いきますよ。トン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 。1、2、3、4、そう。男くせえな男くせえな、この枠もう一回やります。マヨネーズでいらっしゃい。で、池田行こう。はい、お、来た。で、バックの時はまあ軽くインターバルしながらでいいです。キーワードさんバックなんで、インターバルしながらでいいです。で、今度、ロイさんと、はい、マリアン
で、その後、カセットアニメ入ります。我らがトム・ソーヤ・池上、アニメ入る、我らがスーパースター。じゃあ、じゃあ、じゃあ、一人インターバル入れて、ゴーさんがしんどいらしいです。じゃあ、ゴーさん、一回頭かけ入りますか。もうまあ、枠放置いいですか、これ。枠放置いい。はい。じゃあ、そうしましょう。皆さん、ちょっと、ミット集中しますね。みんなのミット見てください。コメント読みたいんですけど、え、コメント読みたいんですけど。ドレさんはガード低い。もともと、試合でも低い。見てみようか。じゃあ、ちょっと行きますよ。それ、特徴なんだよね。それ、結構怒られてるよ。でも、ドレさんのスタイル、デトロイトスタイルだから。もう、そうするしかない。ガードめちゃめちゃ低いから自分のスタイルがあるんでしょ、もう、うん、スウェーバックでよける。フリッカー対決、おやじ直伝の手羽先の構えから。おお、すげえ。サウスポーのフリッカー、うん、そうだね、ドレさんカウンター取りに来るタイプだね。はいはい、ありがとうね、イーラーさん。だからやってる人同士だとかっこいいよな。ドレさん、まあいいや、うん、ドレさん行きます。ゴー。はい、今日、いや、金ファールカップはいるよ。ファールカップいるよ。お、いいし、ナイスパン、ナイスパン。一回ダブっぽいいや、プロの戦い勉強になるよ。プレッシャーかけ、テントも使いながら、スピードでジャブジャブ、ワンツーワンツーフック。動きが綺麗だよね、軸がぶれない。マリアの中に入ってないと、ジャブワンツーとか、そうそうそう、ボディストレートも使いながら中に入る。勉強になるね、勉強になるわ。まあまあこんな感じだね。いや、だいぶ上手くなってるよね。なんか自分で言うのも変なんだけど、いいような感じするけどな。仕上がってる感じするよ。まあ1ヶ月こっからサボってるけど悪くないんじゃん。
さあ1ヶ月サボった男は明日どんな試合するんでしょうか。ドキドキしますね。楽しみっすね。楽しみっすね。いやーワクワクする。いやー楽しみっすよ。やっぱり好きなんですよ。こういう時自分が男の子なんだなって思いますね。喧嘩もしたことなければね、全然弱っちいけど、あ、男なんだなーって。お、デトロイトスタイルっていうフリッカージャブっていう技、左下げるの、そういう構え、左下げすぎなんじゃなくて、そういうスタイルの、デトロイトスタイル、うん、そうっすね、やっぱ楽しいっすね。オーソドックスはこうね、デトロイトスタイルはこう。あのメイウェザーってわかる？メイウェザー、メイウェザーっていう人がデトロイトスタイルだ。あるかな。構え。ないな、いい画像がないな。いいっすよね、体鍛えてやることはいいと思います。うん、デトロイトスタイルで検索しようか。ちょっと待ってね。いいよ、今見せるよ、デトロイトスタイル。うん、綺麗に見せるのがないな、デトロイトスタイル。いい画像がないね。いい画像がない。これかな。あ、なんかね、画像、ボクシング画像いいのがないな。どうしたよ、なんかあるかな。ちょっと待ってね。もうね、フリッカージャブの打ち方っていう動画がいいかもしれないから、これ見ようか。今見せるよ。そうそう、レナード・ハンズとかね。ちょっとボクシングらしい、ボクシングジムらしい、ボクシングテクニックの解説をしようかなと思ってます。この人がやってる動画、分かりやすいと思う。世間一般的に、はい、こんばんは。基礎なんていうのは、もう YouTube なんかでも出尽くしてる感があるんで、今日は、そうですね、まあ、長いな。結構世間一般的に興味深いところで、よく漫画なんかに出てる、あのフリッカージャブっていうのをね、こんな感じですね。これどれさん、これ、うん、これ左のガード下げんの。さて、ただシュッシュッって打っててですね、
ほとんどわからないんで、まず反動、これを残す、これ分かりづらいな、これがいいんじゃない。どうも、ゴールデンボーイジム代表の金子です。これいいと思う。今日はせっかくウェアラブルカメラを手に入れたんで、この新兵器で、これ見分かりやすいと思う。これは一体恥ずかしいの、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいんですか。はい、これを使ってシャイな八十島選手相手に何らかちょっと面白い試みをしてみようかな。まあ、今回はボクシング漫画の必殺技で一番最初に取り上げた、まあ、フリッカージャブですね。そのフリッカージャブを実際こう受けてみる、その感覚ってどんな感じなのかなっていうのを取ってみようかなと思います。それじゃあ八十島さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速いきます。はい、左のガード下げる、こういうやつね。体験映像いいな。いきます。あ、こういう視点だね、本当にやってる時は、うん、ドレさんと向かい合う時こんな感じだね、うん、下から来るパンチが、うん、こんな感じ、こんな感じ。もうちょっと上からっていうか、身長高いから俺の体感だともっと真ん中から来る感じだけど。あ、そうっす、そうっす。あの、少林寺拳法のこれに近いっすね。目打ちに近いっすね。少林寺でいうところの。そうっすね。空手の裏剣近いかもしんないっすね。少林寺の目打ちが一番近いと思うけど。それを、その、こう、構えて、こう、散らしてくるっていうか。角度をこう変化球つけて、そのどっからか分かんない、散らせるっていうか、こう うざいパンチ打ってくるって感じですね、うん、下から来るんで見えづらいんですよ。近いっす、近いっす、空手の裏剣に。体感はありがとうございます、うん、これがドレさんの、やってる技だね、うん。この動画面白いんだよね、この人の。なんか、初めの一歩の技いっぱい解説してて、デンプシーロールとかも、うるさいうるさい。デンプシーロールとかもやってて面白いんだよな。これ面白い。これよく見たな。ミラーレスもキャノン。音うるせえな。竹内重宝、綺麗だよね。必殺技、まあ、ボクシング漫画の必殺技ということで、うん、かの有名な、まあ、また初めの一歩なんですけど、かの有名なデンプシーロールを、ああ、そういうことか、ここまでか。これは油断っていうかね、ドレさんの考えで、無駄な体力使わないの。もう相手が前から離れたら休むって決めてんの。で、入ってきたら上げるっていう、それはドレさんのあれだね、あの理論だね。もう絶対攻撃範囲は分かってるから、ドルさんも長いから。そしたら休むの。そう。ずいずいこう入りながら、ウィービングを繰り返して、あれでしょ、リラックスでしょ、リラックス。フック系を中心に、まあ、パンチどんどん叩き込んでいくっていう。常に上げてたら硬くなるからね。12ラウンドとか10ラウンドとか。うん。そういうことか。よくブラーンってしてるの、こうやってやってるもんね。こうやってね。で、構えるって。決して大きくはない選手だったので、その選手が、もっと大型の選手をこう倒していくために、積極的にこう体振ってガン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 打ててたっていうような、技だったと覚えております。確かそうだよね。まあ、実演してもらうのは山田選手って言って、うちのアマチュア選手なんですけど、そうですね。マイク・タイソンが好きなんだよね。そうだね。まあ近年ジャック・デンプシーのデンプシーロールに一番近い技を使ってたっていうと、まあマイク・タイソンかなっていう気がしますよね。まあ非常にシステマチックでスパッババッとこう入るんで、あれなんですけども、でもやっぱり、グイ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 こう体振りながら打っていく様は、デンプシーロールに非常に近かったと思います。まあ、そ
ということで、おい、ゆうさんいらっしゃい、こんばんは、楽しんでて、明日の格闘技企画の勉強してます、まったりみんなと。俺はこのスタイルね、ピーカブーからの頭振って入る、これ簡単に言ったら分かりやすいでしょ。相手が身長高いからこう中に入ってこういう感じ、俺がやってる練習これまさに。だから距離が詰まるから相手よりもこのスタイルは楽なんだよね、その距離さえ取っちゃえば。逆に離れたら死んじゃうっていう、うん、そうそう、一歩スタイル、背が低い時に有効な、うんうん、これこれ、頭振りながら入っていって、まあ、こういう感じだね。インファイターってやつ、もう近くで戦う。そうそう、ピーカブでガード固めて入っていってバンバン押していくっていう。そう、まあでも見てる方は楽しいと思うよ、素人の人でも。あのバチバチ殴り合うスタイルだから見てて楽しいでしょ、あのこういうスタイルは。多分見てる方は殴り合いが激しいからね、スカッとすると思うよ、勝っても負けても。そうっすね、呼吸大事ですね、本当に、武道全般っすよね、漫画の必殺技の、うん、何解説とかしてないけど俺、まだ初めの一歩なんですけど、ドラゴンフィッシュブローっていうのをまた、実演してみようと思います。ドラゴンフィッシュブロー、これは、左のボディ、デンプシーロールは俺使わないよ。相手に印象付けておいて、そのボディと同じように体勢をこう落とした体勢から垂直に近い感じで右のフックを、縦に打ち込んでいくというようなね、まあそういう、まあ、漫画ならではというか、かなりこれは結構実践的と言ってもいいような、必殺技になるんですけど、まあ、それをですね、今日はちょっと、レクチャー交えて実演してみようと思います。ですね、実演するのは、うちのなでしこファイトのチャンピオン、プリンセスアサンダとヒロノ選手にやってもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずその今言ったように左のボディを、ペンキで2回ぐらいこう入れておいて、でそれから同じ体勢で縦に垂直回転で、まずは試してみます。スタミナ大事ですね。もっとこうクイッと前に出る感じで、ちょっと一応見ましょう。はい、はい、じゃあちょっと迫力伝わるように少しそばでやっていきます。はい、バストアップからもボディから上が見えるだけでいい。いきます。はい、ナイス。はい、ナイス。はい、見て、うん、もう危なかった。ちょっと行くところが違った。今度は確かに相手も顔面を狙う感じで、ジム1ヶ月サボってますね。はい、はい、そうそう、前に出る感じですね。はい、おお、ナイスナイスナイス。じゃあ、ね、最後のボディをちょっと1回して、次に、そのドラゴンフィッシュブローですね、縦回転のフック、はい、いきますよ。はい、中に入りながら、この位置、はい、いきます。はい、中に入りながら、うんうん、もう一回やってみます。じゃあその中に入りながら打ってみます。はい、おお、ナイス。はい、もう一回ガーッと、おお、ナイス。うんうん、はい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 、おお、カセルパンチ見てみよう。ホームメイトは、なんで向いてないの、なんで向いてないの、うん、ひどくない？向いてないって言われた。
パンチを、今日はマジで、まあ、漫画に出てたパンチ初めの一本ですね、出てたパンチなんですけど、まあ、元ネタは、フロイド・パターソンというですね、世界チャンピオンが、編み出したパンチということで、まあ、こう思いっきりダッキングなどをかがんでですね、そして全身のバネを効かせて跳ね上げるようなそういうパンチですね、軌道としてはどうなんですかね、こうかがんでフックとアッパーの中間的なっていうふうにも言われますし、まあ、なんですかね、スマッシュの原型といいますかね、そういう感じとも言えますか、面白いですよね、全身を使って飛び込んでいくっていうパンチなんで、まあこれ分かってればですね、そうもらうようなパンチではないんじゃないかなっていう気もしますよね。あ、来ます明日、まあ結構来ますよ、もう僕だけで8人ぐらい予約来てるんで、来ますゆうさん、まあ今日は結構男女関係なくリアトツ集まってますよ、来るんだったらあの場所とかの LINE 送るんで、何時集合とかどことかあのお店の名前とか全部送るんで、キャスは行かないよ今日、明日ね企画だから自分の、あ、入院中なんだ。それダメだね。そう、タメを作ったダッキングから、フックアッパーの中間に跳ね上げる。全身のバネを使ったね。もう足ごと飛んでるみたいな感じのイメージでやってもらえる。はい。今行こうか。はい。もう最初にしてはいい感じじゃないかな。最初にしてはなかなかいいなんですよ、もう全身を飛び込んでるとかこうね、跳ね上げちゃう、はい、そういうイメージでちょっとまあ漫画ですから派手にいきます、いらっしゃい、もともとはあの実際元ネタあるんです、はい、でも一応まあこれは初めの一歩の再現で、はい、はい、外泊っていうかちょっとだけ出ればいいじゃん、2時間ぐらいだから夕方の6時半集合で、何時だろう、まあ9時とかに帰っちゃえばいいんじゃない、今残念なことに中央に来たってこっち来たから正確に、はい、もうちょいもうちょいそっから、はい、おお、いいパンチね、いい感じね、いい感じ、ただし、うん、漫画では、うん、漫画ではこんなところで終わってなくて、このぐらいな感じで終わってたんで、はい、フィニッシュはこういう感じになってたんで再現しよう、はい、いきます、無冠の帝王はバンナはめちゃめちゃ強いからねバンナはめちゃめちゃ強いから優勝を逃してるだけだから、うん、無冠と負けるは全然違うぞ、冠持ってないって言うだから、うん、あーそうなんだ、まあ、9時半から8時半までいれば、じゃあ9時半から8時半まで、あ、9時半じゃない、要は7時半から8時半までいて、で戻れば、うん、よし、じゃあそんな感じでいきます、やります、はい、来れるんだったら案内するよ、うん、バランス崩した、飛んでなかったです、あのリア突したい人はあの言ってください、知りたくない、メール送るんで、うん、ね、うんさんいいパンツ持ってるよね、明日試合、明日試合、いきます、
はい、おやすみ、ゲンちゃんさん、おやすみなさい。ジャブでいい、踏み込んでジャブ、そう、それいいよ、それすごい。プログラム、あ、出たの、わざちゃんと、まあ、パールカップできないですか、ここまで、これ止める、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 はい、終わりました。いや、ローブロー痛えぞ、笑えねえぞ。軽く軽く、なんか熱いかんね、どんな違っちゃうね、一人。いやーすごい、いやすごいって、世界チャンピオンだもんね、村田さんは。俺長谷川穂積が大好き。はい、1分20秒から。まあいいよ、そのジャブが一歩、そう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 、それすごい、まあ、むしろそれだけ打つよ、そうワードワード設計点だよな、だから膝はもう触るだけね、よし、もうナイスナイス、すごいいいぞ、手足が長い、すごいいいぞ、背中向けちゃダメだ、背中向けちゃダメだ、そう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 、逃げろ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 、そうそう、いなして逃げろ、まあ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 、おい、まずガード高くな、あ、相手がどんな相手でもタックルに来たよ、そうそうそう、ラストサンジェ、しもさっきのジャブでいいぞ、ジャブつけ、踏み込んでつけ、あ、そう、踏み込んでつけ、おい、おい、おい、はいはいはい、体力が、おい、ラスト20、頑張れ、しまん、すげえ、ラスト10、はい、ドレさんね、今ね、あの、ガンかもしれないんだよね。4月1日にね、復活するんですけど、もしかしたらガンかもしれなくて、4月1日に復活できないかもって言ってた。ちょっと心配なんですよね。なんじゃないといいっすね、うん、多分もうそろそろ、あ、違うな、来週結果出るとか言ってたかな、喉じゃない、あのね、喉は良くなってきてんだけど、ちょっと謎の高熱がずっと出てて、がんの可能性があるかもってことで、もう検査はし終わったんだけど、結果がまだ出てない、喉が原因、原因つうか、まあ
あの放送休むきっかけだったんだけど。マジですよ、うん、可能性があるってことね。これ行ったかったな。明日1500円です。1500円です。ステッカーは500円で販売してます。500円と1000円のステッカー持っていくんで、ステッカー欲しい人はステッカー代持ってきてください。いや不安じゃないって言ってたね。いや買ってくれる人には売りますよ。入院中だろうが何だろうが、買ってくれる、支援してくれる人は支援してもらいますよ、うん、難しいな。独身である。花火ありがとう。ステッカーですか？はい。ステッカー3種類。ステッカーはですね、このステゴロステッカーが500円。これ。これ限定品です。これ500円。で、これは各1枚1000円。こんな感じです。これは布製ステッカーね。こっちが人気かな。これは1枚1000円。よろしくお願いします。この3種類、500円、1000円、1000円、この3種類あります。ステコロがおすすめかな。これもう残り枚数少ないんで。結構きそうだ、ワノ君。危ない危ない、ガードガード。頭振れ、
もうちょっと力抜いて、まあ、もうちょっと力抜いていきましょう。ひたすらもひたすらも打たれるとも怖がる。顔はなんか触るぐらい。もうちょい抜いてはやるともうちょい抜いて。相手が止まったらもう来ない。来ても追い込め追い込め。下がらない下がらない。自分は下がらない。あと1分。1点だ。どうかどう。動け動け。ひたすら動け。ひたすら動け。つけてないんだ。ひたすら。ボクシングルール明日は俺はラスト30。自分がコーナー背負わないよ。自分がコーナー背負わない。ボクシングの方が得意かな、うん、パンチの方が得意。顔だけは面白いと頑張るぞ。相手も来るよ。ラスト10秒。自分が自分が待たない待たない。疲れてるから一緒。オッケー。じゃあ最後で握手して、ね、うん、ステッカー、ステッカー、あ、見せるよ。ステッカー見たい。はいはい。ちょっと待って。なるほどね、なるほどね。ステッカー見てなかった。はいはい、ごめんね。よいしょ。ステッカーはこれがステゴロ2ステッカー、ステゴロ2っていう、これはね、ギャラにもなるんでね、500円で販売します。これ僕のギャラです。だからまあステゴロ2限定品で200枚限定なんでね、再生産はないので。はい、でこれが僕のオリジナルステッカーで1枚1000円。はい、こっちが人気です。これ布製のステッカーで、サテンっていうキラキラした光沢のある布製のステッカーです。耐久力結構あっていいと思います。はい、こっち側が1000円1000円、こっち側が500円で、これは紙製、紙っていうかまあコーティングされてる紙、普通のシールで、こっちが布、うん、こんな感じです。いえいえ、とんでもないです。ゆうさんね、直前になって、もう放送とか始まったり、ミーティング始まっちゃったら、場所どこですかって言われても、場所送れないから送っておくよ。もし来るか来ないか分かんない状態なら。後から連絡取れない、連絡取れないとか、放送中は無理だから、放送前とかは。もし来る予定があるんだったら、アナウンスしておくよ。ゆうさんに。だからゆうさんの LINE 教えて、もし情報知りたかったら。もう後から行きたかったのにとか言われても無理だからさ。
はいはい。あ、でも誰がユウさんか分かんないから、あのあれだよ、あのお、あのコメント書いといてよ。コメントっつうか LINE メッセージ送っといて。うん、わ、あのユウだよとか、うん、分かんないからさ、そしたら送っておくよ。緊張、今、昔はもう死ぬほど毎日夢見てたぐらい怖かったけど、今は楽しみだね。ワクワクしてるね。早くやりたいね。練習すればするほどそうなってったね。今は全然怖くないよ。むしろ楽しみだね。緊張ない。好きだからね、ボクシングは。うん。おう。じゃあ LINE 置くとこ。まあ生で見るのね、解放も初めてなんじゃないの。捨て頃前回来てないから。だからまあ、どんな感じか見れるのは楽しみじゃん。海保格闘技とか見んの？よく。ねえ、楽しみでしょ。結構迫力あるよ。もう放送で見てんのとは全然違う。生で見た方がいいよ。生で。全然レベルが違うよ。
おいワード2、長さんいらっしゃい、お疲れっす、長さんいらっしゃい。いや、感想はしないかな。もう、いや、トークが盛り上がったら続けるけど、なんかコメント今日ないし閲覧ないから、まあまあ、もうやめてもいいかな。もう30分でやめにしようか。うん。30分でやめようか。うん。特に何も考えてないな。うん。飯食って、コンビニ行って飯食って、まあまあ、うん。そんな感じで。まったありだね今日は。なんか人少なかったな。なんでなんだろう。今日はね花見とかで盛り上がってたよね。明日は派手に行くぜ。まあ俺は明日盛り上がりゃ勝ちだと思ってるから、とことん悔いのない試合をしたいですね。悔いのない試合を。そうですね、明日リスナーさんとぶん殴り合います。はい、こんばんは、リコさん。詳細はね、こちらをぜひ見てください。こんばんは、バガーありがとう。いつもありがとね。全体的に、いや、なんかね、意外とね、土曜日に、日曜日はね、人集まんないんだよね。なんでなんだろう。ちょっとよくわかんないよね。なぜだろうか。今日はね、200超えなかったかな。100超えてたか、さっき。まあ、比較的まったりだ。うん。頑張ります。明日の合同練習、スパーリングは6回、マススパーリングが、2回、スパーリングが6回。で、僕は本気でぶん殴り合います、最後に。リスナーさんと一人だけ。ポチエムっていう、もともと昔の一番の囲いだった人が来て。で、もともとはね、その人からの依頼だったの。ただ、ね、時間もったいないから練習会やろうっていうことで。はい、頑張ります。ちょっと1ヶ月ジムに行くのサボってるんで、日頃の成果が出るかどうかわかんないですけど。はい。見応えあると思いますよ。なので、リスナーさんに、まあ、1500円いただくのは、ポチエムがかわいそうだからさ、数万円出してるんで、
少しちょっとなんつうの、参加する人に少し負担していただいてポチ M に渡します。僕の儲けではないです。うん、葉桜になってそう。あ、そうなんだ。ハートありがとう、リコちゃんありがとう。放送はね、夜の19時半からやります。腹減ったな。格闘漫画、なんだろう、ちょっとギャグ漫画の鉄とあるけど、俺は喧嘩商売ちょっと注目してるかな。まだそんなに面白くないんだけど、北先生は好きなんで喧嘩商売、まあ漫画として、格闘技としては見てないけど。ありがとう、ありがとうね。あ、格闘漫画なんだろう、格闘漫画なんだろう、バキと一歩以外だと。格闘系面白いの。コンビニ行く配信やんないよ。コンビニ行ってご飯食べたいもん。やらないよ。何かな、あんまり読まないかな。ガローデンとかも読んだし、ホーリーランドも読んだし、なんだろうね、あんまりピンとこないかな。バキと一歩は格闘漫画って感じで見てないしな。言われてみたら、なんかバキはギャグ漫画だと思って、ネタ漫画だと思って見てるし、初めの一歩は青春ものとして見てるかな。一歩復帰やってね。ポーラ化粧品いらっしゃい。一歩はなんかセコンドやるんじゃなかったっけ。一歩復帰やってねって何。嘘、いやあれ違うよ、セコンドやるから練習しただけじゃなかったっけ。鴨川会長が入院してセコンドがいないから、セコンド役としてじゃなかったっけ。うん。まあいいじゃんいいじゃん。それ別に嫌よで書く必要なくない。普通にコメントすればいいんじゃん。そう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 、確かそんな流れだと思って俺もびっくりしたんだけど、まあ復活はするでしょう、確実に。どういう流れで復活するのかっていうのが重要なだけで、復活はすると思うよ。まあでも3回負けてるしな。まあでもちょっとパンチドラッカー際がないよな。そんな普通だったら脳みそ治るわけないんだから、あの展開の指す方はちょっとないよ。高村の網膜剥離もなかったことになってるから。これで盲目設定だったらめちゃめちゃかっこいいんだけどね。だよね。でかもう宮田くんすら俺興味なくなってるわ。
もう普通に高村が試合やってればそれでいいと思ってる。これあのパイソンとかいうやつ見てないんだよね、まだ。高村 VS バイソン、パイソン、あれはちょっと気になってるわ、どうなるのか。まあ、全然もう引っ張りすぎだよな。普通に日本チャンピオンの時に宮田くんで良かったんじゃないかなと思うけど、正直もう宮田とやるとかどうでもよくなってきてる。ていうか普通に宮田が勝つでしょどう考えても今現時点だったら。ていうか答え1個なんだよね。宮田くんは階級上げてやるべきだよ。うん、階級2階級ぐらい上げてやるだけだよ。何フェザー級にとどまってんだよ。普通に世界取れるでしょ。いやもう飽きてるだろうね。もう数十億稼いでるからね。家の中に ATM があるんだよ、森川ジョージ先生。すごくない？なんか引っ越すって言い出したら、まあ印税でその銀行の担当局が待ってくださいっつって、担当が変わるとその売り上げが下がるわけじゃん、点数が下がるから。支店長かなんかが言ったら、なんで引っ越すんですかって、お失礼でなければお聞きしたいですって言ったら、いやコンビニが遠くて ATM 遠いんだよねって言ったら、わかりましたっつって、玄関に ATM を置いたらしいすごくない？まああの都市伝説なんだけど、これは本当かどうかわかんないけど、なんか本当臭いなと。何なんだろうな、初めの一歩って不思議な漫画だよな。なんで高村の時とか、サイドキャラクターの方が面白いって、あのね、そう、それ考察したことがあったんだ。なんで、そういうボクシングものとか格闘ものって、主人公の試合がつまんないかっていうのを考察したの、俺。で、バキも、バキ戦面白くないじゃん。ドッポとか、花山薫とかがやった方が面白いじゃん、熱海王とか。で、一歩もそうじゃん。これみんな多分あると思うの。主人公の試合がなんかつまんないっていう。勝つからだよ。主人公が勝つのが分かってるからだよ、多分。で、サイドキャラクターの戦いは、どっちが勝つか分かんないじゃん。なんか格闘漫画で重要なんだね。主人公よりもサイドキャラクターの方が書きやすいんだと思った。主人公が負けたらね、ストーリーが組めないからね。だから今回のその負けたっていうのは結構面白い展開だったけどな。ちょっと負け方は納得できないけど。あー、鳥山明のは本当じゃないの？鳥山ロードでしょ。まあでもそれくらい稼いでるからね、鳥山明とか。漫画は印税半端ないからね。それはね、住民税だけで相当取れるわけだから、道路の1本や2本作るっしょ。ボルグは王者になってないでしょ。ボルグはなってないね。え？じゃあ暫定チャンピオンが、伊達さんが不在かなんかで、仙道とボルグが両方とも王座不在で争ったんだ。で仙道が3位、ボルグが2位とかだったっけ。で勝った仙道の方がチャンピオンになったんだよ。でボルグは引退なんだよ。引退っていうか、そう、日本ボクシング協会か、あのジムから捨てられたんだよ。でロシアに帰ったけど復帰したってところじゃなかったっけ。確かそんな流れじゃなかったっけ。
でも最近読んでないから飛ばし飛ばしだから分かんないんだよな。ボルグなってるのかな。ボルグはめちゃめちゃイケメンだからな。ホワイトファング。ボルグ戦面白かったな。一歩ボルグにねデンプシーロール破られてたかんねよかったよね。デンプシーロール覚えたからデンプシーロールに頼りさ、あのね一歩のファイトスタイルダメだよ。だってもともとはさガードが硬くて頭振って頭振ってっていうスタイルだったのに、本当になんつーのコツコツしたパンチ打たなくなって、なんか必殺技出しちゃいいみたいなさ漫画に変わっちゃったじゃん。あれはぶっ壊れるでしょ。あんな何回もカウンターもらってさ、デンプシーロールで島袋戦とかガチガチにぶん殴ってたし、沢村にも振り抜かれてるし、あんなの脳みそ壊れるに決まってるよね。あ、タイトル取ったんだ。それは壊れるわ。打たせすぎ。一歩の持ち味がなくなってるもんね。デンプシーロール使うなっていうね。俺だったらデンプシー封印させるけど。うん。あんなんだって破れかぶれの攻撃特化型じゃん。要は左右からパンチぶん回してるだけなんだもん。でしょ。やけくそになってバン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 当ててるだけじゃん。そんな危ないでしょ。やめなさいって怒るでしょ。まあフィニッシュブローで相手が効いたところでやるんだったらわかるよ。ぐらついたところとかラッシュで仕掛けるのはわかるけど、多用しすぎだよね最近。初っ端からデンプシーとかやるか、そんなバカな戦法あるかよっていう。ジャック・デンプシーでしょ。いやジャック・デンプシー見たらわかるけど、初めの一歩こうやって入ってて、こう振ってくじゃん。こうやってジャック・デンプシー違うよ。こんなんだよ。マジでこんな感じだよ。びっくりするよ。嘘と思ったもん。結構あの当時のもう初期の白黒の頃のボクシングは本当に技術ないの。ただのぶん殴り合いだったりすんのよ。そんな感じだよね。俺だって初めて見た時びっくりしたもん。これデンプシーロールなのみたいな。鴨川の頭腐ってんじゃねえかと思ったもん。ボクシング界イニシエのブロー、デンプシーロールって、お前目腐ってるだろこいつみたいな。うん、面白いよね。鴨川美化しすぎだよ、ジャック・ベン・デンプシーを。でもなんか一回その俺は今回のその初めの一歩に関してはすごくいいなと思ったのが、初めの一歩ってもう噂にすらならなくなってるぐらいもうグダグダだったの。惰性でみんな好きな人が読んでるになってたけど、一回あのパンチのランカーでダメだなった時ネットが荒れたんだよ。あれはいい作品を書いてるっていうか炎上してる状態だから、なんか俺は刺激になったんじゃないかなっていうか、久々に話題になって、いや木を照らって作戦だけど作家としてはいいんじゃないかなみたいな、そういう側面はあると思うね。久
久々に初めの一歩が話題になったっていうか、ファンが怒ったっていうか、怒られなくなったら終わりじゃん。生主もそうだけど、話題に叩かれてるだけまだマシっていうか、期待値だから。俺はだから初めの一歩なんかいい流れになりそうな気がするけどな。あ、まだファンはいたんだっていう、嬉しかったね。何そんなに病気大変なの、ゆうさん。いや笑えないよそれ全然。そんなに大変なの病状、うん。まあ、一歩完結っつっても、一歩今ランク何位だっけ、7位だっけ世界ランク。まあ、森川先生が生きてるかどうかの問題だよね、うん。森川先生がもう結構年だかんな。てか多分世界チャンプにならないと思うよ俺。あの一歩が宮田くんと世界でやって宮田が勝つ流れだと思ってるけど、なんか一歩が世界チャンプになるのが見えない無理がある。高村はわかる、世界チャンプ6階級制覇もわかる。ただ一歩は見えない。うん、あ、なるほど。あ、今回もすぐ対戦の。なるほど。ブラックジョークですか。うん、リカルドには勝てないでしょだってデンプシーロールジャブで全部潰されたんだよそんなことある？いやだからドレさんと、あの始めたばっかりの俺ぐらいの差があるんだよ。もう左一本で勝てるわこいつみたいな。日本チャンピオンがだよ、無理でしょあんなの。全部デンプシーのムーブの、なんつうの、このウィービングの段階でさ、もうバン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 仕留められてんだよ。左だけで。そんな笑うわ、あれ。あれ、誰も勝てないよ。なんか、伊達英二も追い詰めたみたいなことになってるじゃん。全然追い詰めてないからね、あれ。ハートブレイクショットが当たってないし、つまり無傷で負けたんだよ。あの伊達英二が。あんな無理でしょ、そんなの。まあ、勝つとしても宮田じゃん。あれは笑うよな。設定おかしすぎるよな。チートすぎるんだ。だから年齢を待つしかないよ、もう。40、リカルド・マルチネスが40代、50代になるまで待つしかない。ハートブレイク失敗って言ってる。ハートブレイク一本に頼ってたかんな。まあまあ、リカルド対策で作った技だかんね。まあでも、あんだけボコボコにされてる状態で一発逆転はないよ。うん、ないよ。だって、相手無傷の状態でワンパンで仕留めるってことでしょ。
だから木村とマスバも俺ないと思うもん。木村、あれはあるか。木村とマスバの試合に関しては木村ワンチャンあったね、やっぱ逆転 KO。 まあ難しいよな。じゃあ皆さんありがとうございました。僕は明日に備えて寝ます。明日ぜひ、見に来てください。Twitter、YouTube、ふわっちのフォローよろしくお願いします。明日は、夜の19時半から、生放送します。リア突をする方は1時間前に横浜駅に集合なので、詳しくは、こちらの Twitter の方をご覧ください。それでは皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。